皆さんこんにちは、菊地亜美です。ですね、今からちょっとね開けたいものがあって、まあ開封動画でもないんですけど、ただただいっちゃんとゆるーく新しいね、家電っていうの、家電だよね。新しい家電を開けたいなと思ってます。オーディオ機器かどうかわかんないんですけど、今ちょっとこれ見えてるんですけどね、じゃーん、 LG のシネビーム、4K の HU7159 ってやつかな、を今から開けたいと思います。っていうのも、私たちねちょっと家電を全部新しくしようと思ってて、まあ、全部新しくするって言っても一気に変えるんじゃなくて、こう徐々に総入れ替えしていきたいなと思ってるんですよ。今後、まあ、引っ越しっていうのを見据えて変えたいなと思ってて、今使ってる冷蔵庫とか電子レンジとか掃除機とか、そういうのは全部ね私が独身時代から使ってるものなので、本当も 7,8 年使ってるんですよ。もともとはね、私といっちゃん大阪と東京で2拠点生活だったんですよ。いっちゃんが大阪、私が東京で遠距離恋愛してて、結婚して1年目は2つ家あるみたいな感じで、2年目からいっちゃんが東京に来て一緒に完全に住むことになったんですけど、その時の大阪の方の家でプロジェクターを使ってたんですよ。いっちゃんがねちょっと改造して、上からなんて言うんだろう、スクリーンを下ろして、そうなの？前の住んでた方がそのまま残してったんだって、スクリーンの寝室についててプロジェクターをね映してて、本当に小海さん生まれる前でもう付き合ってる時とかだったから、かなり毎日映画見てたよね、一緒に映画を見てたんです。ラブラブだったんですよ。いや、見た自分や。なんで？毎日一人で韓国ドラマ見てそう、私ね韓国ドラマほぼ毎日見てるんですけど、最初はいっちゃんと毎晩一緒に小網さんが寝た後に見るっていうのが日課だったんですよ。で途中から私先が気になっちゃって、先にいっちゃんに内緒で見るねって言って見ちゃって、そっからすごい韓国ドラマにハマっちゃって、最近一人で見てるんだよね。もこういう些細なことからなんですよ。なんと意味わかんない。で、まあ、ちょっとそんな思い出話を置いといて、その時にね別のプロジェクターを使ってたんですけども、だいぶ昔のやつですけど、それがねやっぱね超良かったので、もう次はね新しい最新の LG のプロジェクターをうちに購入しました。やっぱりねプロジェクターあるともっと家が映画館になるし、迫力も違うし最高なんですよ。でそもそも私たち LG が好きなんだよね。そうです。そうですって何？その今全然聞いてなかった。LG ってさ、デザイン性もいいしさ、金額もちょっと安いやん。そう、いくら高いけど。そう、私たちLG のテレビも使ってるんですけど、テレビはね多分めちゃめちゃ安いよね。これはちょっと最新のやつなんですけど、めちゃくちゃねおしゃれなの LG って。で私たちさ韓国しか取り扱いしてない LG の冷蔵庫とか調べたもんね。しかもなんか聞いたところによると、これめっちゃ簡単だし、みーちゃんもやってよ、開けてよ。ねえねえ、開いてるよ。全部開いてたんですけど、ここ。じゃあ全部じゃない、これボタンね。しかもなんかちょっと汚いけど、それめっちゃかっこいいんだけど、ちょっと見せよっか。しかもさ、付属品これしかないよ、多分3つ。うん、めちゃめちゃ簡単そう。LG ってさマジでかっこいいよね。そう、シンプル。そう、シンプルでめちゃくちゃおしゃれなの。ほら、モダンやな。見て、スタイリッシュ。おお。今度テレビとかもめちゃくちゃスタイリッシュで、もうとにかく全部おしゃれなんだよね。韓国ってネット社会じゃん。ネットすごい発展してるじゃん。知ってる？いっちゃん。知ってるよ。知ってる。知ってるっていうか、もともと LG はいっちゃんが好きだったんです。そもそもこう韓国ドラマ見出したも俺やからね、どっちかっていうと。で韓国ドラマとか見てたらめっちゃ出てくるんだよね、 LG の商品が、うん、ですごいかっこよくて、でしかもその韓国がネット社会だから、 YouTube とかね、 Netflix とかわざわざ入れなくても入ってるんだよね、うん、それがすごくない？それってもう今普通ちゃうの？そうなの？テレビやろ？でも今普通かもしれないけど、だとしても LG がめっちゃ最先端だと思う。あ、そうなんや。もう先だと思う。これを設
ッチしていきたいと思うんですが、とりあえずテレビを寝室に置いてもうテレビとして使ってみる。一回一旦ね。はい、そうします。うわ、何、同じやけど新しくなってる。ちょっと本当だ、白だね。現代的で、この LG のネットフリックス見えるやん。そうこういうところにネットフリックスとかディズニーチャンネルとかアマゾンプライムとか全部入ってるんですよ、 LG のリモコンは。で、私たちの使ってる LG のテレビも形一緒。これの黒のリモコンです。今からいっちゃんが作ってくれます。ねえ、恥ずかしいんだけどテレビ台のさ下にさ私の5本指ソックス入ってるから違うとこにポイして。ずっと手袋やもん。とりあえずテレビを1回避けました。本当は寝室で使おうと思ってるんですけど、今は分かりやすくこっちに設置して、まあ今日1日はねこっちで楽しみたいなと思ってます。はい、設置はいっちゃんにお願いしたんですが、設置といってもめちゃめちゃ簡単だね。これで映るんなら、これにコンセントみたいのをつなげてリモコンに電池を入れただけなんですよ。まだリモコンに電池入れる作業が一番難しかったみたいです。嘘ですよ。ちょっとね今見るけど、このね LG のプロジェクター 4K なんですよ。画質が 4K で超短焦点っていう短い距離でも大画面で見れるってやつで、うちさ昔使ってたプロジェクターってスクリーンのだいぶ後ろに、後ろからこうやって照らしてたじゃん、なんか昔の映画館みたいな感じで。これは多分20センチぐらいしか離れてないんですよ。なのにここに映し出せるっていうもので、ここの壁からの距離が17センチで90インチ、で22センチで100インチ、32センチ離せばなんと3メートルもの120インチの投影が可能で、うちは今ここでやるからちょっと狭いから120インチはちょっと映せないんだけど、今後引っ越した時とかにもうちょっとさ大画面で見たいって時に120インチとかできるじゃん。すごいよね。あ、でも設置も操作も簡単って書いてるからこれだけでいけるんじゃない。ちょっと見てみる。ちょっと待ってね。はい、設定し終わりました。すごいね、いっちゃん。めちゃくちゃいいね。めっちゃ綺麗だし、さっきいっちゃんがちょっと一瞬サッカーをね見たんですよ。これでめちゃくちゃ大迫力で、音もすごい綺麗で本当に映画館で見てるみたいというか、なんだっけスポーツのさ、そういうのなんていうんだっけ、パブリックビューイング、そうパブリックビューイングで見てるような感じでした。で今はもうお昼でガンガンねこっちから光が入ってきてるので、この明るさなのでちょっと夜はもう一度見てみたいと思います。撮ってるで。嘘でしょ、ま、やめてよ、言ってよ、一緒にやるせー、こ行くしてー、仕事してーボ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 ーイエ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 イ。すいません、夜うるさいです。はい、ということでですね、小網さんはもうなんで真似してるのよ。もうお風呂に入って私も綺麗さっぱりになりました。そうお風呂入ったね。小網さんも、もう寝るの時間なのでもうすぐ寝るんですが、その前にこのねプロジェクターを小網さんに、そうプロジェクター見せたいなと思います。見ててよ。ピッ、怖い。綺麗でしょ。見てください、あのねお昼の時に設置したよりもすごい大画面に綺麗にできたので、ぴったりじゃない。ぴったり、多分これそうぴったりで、これ90インチぐらい、もっとあるかな。いや100あるかな。結構大きいんですけど、でかいよこれは、ね、しかも超綺麗じゃない。これ画面で見るよりね、もう直で見た方がでかい。本当？電気消します。ちょっと待ってください。いいよ。3、2、1、じゃーん。ねえすごくない。どう？もう一回やりたい。これね、うん、もう全然違う。綺麗さは伝わるけど、うん、この大きさというか、うん、大きさ伝わんない。すごさは、この大きさとかね、あんまり伝わってないみたいなんですよ。動画で今いっちゃん撮ってくれてるんですけど、多分肉眼で見た方が迫力があって、そう綺麗だし鮮明だし、映画館に来た
感じがあるよね。そう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 、さっきいっちゃんがサッカー見たっていうのもあるんですけど、いっちゃんサッカー見た時すっごかったよね。スポーツモードとかにできて、選手とかがめちゃくちゃ鮮明にさ映るような設定があったじゃん、うん、とかスポーツモード、そう本当にそこのスタジアムにいるような感じになって、で小見さんもさっき小見さんが好きな YouTube を見たんだよね。もうすごかったよね。綺麗綺麗だね。もう大満足です。ちょっと今とりあえずここに設置してるんですけど、今ね迷ってる、向こうの寝室に置こうか、もうこっちのねテレビ台の上に置いて使うか迷ってるんですが、とりあえず今日は小網さんを今から寝かしつけて、その後にいっちゃんと久しぶりに2人で映画見ます。イエーイイッちゃんさ、私と映画見たくてさ、さっきさなんかずっと調べてたよね、いっちゃん。いっちゃん。そう。仲いいね。いっちゃんと仲いいねだって。夫婦仲も深まります。11月はワールドカップもあるんです。そうだね。はい、ということで何気ない私たちの日常をお届けしました。ちょっと小林さんを寝かしつけに行きます。可愛い顔して。やめてよ本当にこれ見せたいね、今の顔見せたい。ちょっと顔隠してるから見せれないんですけど、可愛い顔してって言ったらってやるんですよ。おー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 、すごいな。似てるでしょ。全然違う、可愛さがガチや。おー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 、はい、すごいね。すごい、もう行く。